はいさい、はいさい、今回ですね、ガチコンボート釣りをしたいと。はい、コロナにゃーん、なんでこちら、買ったんですよ、ラジコン、うん、で、俺的には、うん、これで釣りするんじゃなくて、うん、もう船から作っていこうかなっていう感じで、これ発泡スチロールね、うん、これで、ここがボートで、これを削っていくんだけど、こうやって、うん、釣りする人も作って竿、うん、人上から見たら、待って、これ船、まあ、船なんだけど、待って、新しく書こうな、ここに釣り人、ここにも釣り人、なんで竿投げてる感じ、そう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 、うんうんうん、っていうのを作りたい作りたい、ひっちゃんの夢、うん、ラジコン釣り出た、はい、じゃあ、作っていきます。サニー号のラジコンとかありそうだよな。おー、ありそうだな、あ、じゃあサニー号にするか。戦艦ヤマトでもいいけど、うん、サニー号の方が人気そうだな。サニー号の方船です、うん、ね、これから成形していく感じですね。そうだね、ここから船にどうする、何する、サニー号にする、本当にサニー号がいいんじゃん。サニー号、サニー号ってあのむずくない、サニー号、あのサニー号ヤマトの方がむずいでいっちゃうサニー号さ、高さ必要じゃない、あれ羊がウィーンってやつ、あれメリー号、あ、あれメリー号、あれメリー号か、うん、サニー号ライオン、じゃあこれから手分けしてやっていきましょうね。うん、オッケー。はい、救助用の武器やで。あ、じゃあこんなの作ってくれ。こんなの。ユーの部分。はい、完成です。まず完成だね。完成だね。ほぼほぼ完成ですね。まずこの船本体は。本体これ。はい。どうしたのか。フロートか。あ、これ。横の。おお。あ、ぽい。こうやった方がいい？相手。離した方がいい？低い位置がいいのか。いや、高くても大丈夫だよ。あ、そっか。こんなもんか。ちょろっとですかね。ちょっと。ちょっと。おう、あ、いいじゃん、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、おっしゃるそれマストちょっと揺らせてる、あ、めっちゃ開脚してるないいねえ、最後はなるだ、サニー号の顔、うん、一番大事と言われてるしーましろーしーましろー、オッケなにこれかっこいいね、相当で、あとは竿をこんな感じかな、あ、これ竿ね、こっちのね、長いかな、延べ竿の白いんじゃない、やっぱこれ、早く浮かべたい浮かべたいか浮かべたいね、これさあ、浮くかこれ、あ、やばやば、あ、でも、横が頭が重たいんだよ、 こいつのおかげで助かってる、あ、こいつが重いんだよ、うん、こいつが重いんだよ、こいつ取ったろ、偏ってるね、偏ってる、これは無理だぜ、多分棒よね、マスト棒が弱点、棒が弱点だと思う、棒短くする、邪魔だな、これが重すぎるのか、なし、くねつけました、くねにくねつけたこちらね、うん、これがエンジンとなる、うん、これも軽くしました、やだよ、あお、おお、こいつはもっと中に入れたら、もっと中に入れないといけない、削った方がいい、ここをちょっともう少し掘ったら、あ、できそうな気がするけど、どうだろう、そう、やってみる、うん、じゃあさらに削ります、ほい、はい、完成です、はい、で、ね、さっきよりも深く掘って、深く掘りました、で、このフロート、フロートもつけましたね、バーン、はい、これでどうなるのか、おお、あ、安定した超安定した安定した、めっちゃ安定した、おお、びっくりした、びっくりした、おお、あ、バックスの音、あ、すごい、おお、すげえ結構早いぞ、早いぞ、いいね、じゃあこれあとは川でやるか、はい、とりあえずこちらね、あとは釣り竿をつけて完成です、
はいさい、はいさい、はいさい、ラチコンボート作り3日目、はい、あれから1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、ここのライオン、しまじろいなくなってるんですよ。逆にあれつけてたら、うん、あ、風の抵抗があったの、小田さんに訴えられてた可能性あるね、ワンピース。ありがとうじゃなくて訴えられる可能性があったから、まあなくてよかったのかなって逆にということでね、はい、もうこれが完成型になっちゃいますね、もう、はい、かっこよすぎだろ、ここの下のボートも。あ、これ、タラップ切ってない。タラップで、いろんな釣りしたいんだけど、はい、まずはトローリングって言って、あの、船とかを走らせながらルバーを引っ張る釣りがあるんですよ、船で引っ張って。せっかく船なんで、まあ、トローリングやって、ね、まあ、ダメだったら餌、まあ、まあ、いろんな釣りやってみたいと思います。はい、すごくない今日波やった。いや、そうでもないよ、なぎでしょ、結構これは。俺たちの船からしたら大荒らしだぞ、これ。いくよ。倒れてるよ。やばい、傾いてる。波があるからね、無理してますね。多分これない方がいいやつ。ちょっと上のやつ移動します。はい、ポイントついたよ。あ、プレコか。はい、さあ、お尻につけて。もしかかったら、あの、船に異変があるってことですか。爆笑爆笑。ただここ魚少なすぎる。なあ、ここに餌落とすってなかなかできないぞ。確かに。もう一回やった。オッケー。オッケー。さあ、ここはどうだ？アンカー入れる？アンカー。アンカーないな。アンカー入れたら回収できる。はい、ポイント移動っすね。移動。ここ。はい。あ、クワも食った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 。早っ早っ早っ。あ、あ、どうなってる。さあ曲がってる、さあ曲がってる。お、あ、乗ってない、乗ってない。あれ、ついてる、ついてるか。早かった。おお、全然曲がってる。食ってる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 。あ、やばい、食ってる。あめっちゃ強い。めっちゃさ、少し体力奪いましょう。オッケーオッケーオッケー。右に、おお、2匹釣れてない。2匹ついてるね。2匹釣れてる、2匹ついてる。すごい、メディが戻ってこい。どこ、あ、ほんと2匹ついてる。やばい、引っ張られてる、引っ張られてる。頑張れ頑張れ。これ、あ、ほんとだった。やばい、こう船のサイズからするとこれサメ並みやね、これ。おおここでバンバン、ここで、ここで、あ、やばい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 、暴走してる暴走してる。オッケー、今は糸つかまない。オッケーオッケー、重っ、死に重いんだけど。お、あー、ついてるついてる、すごーい。もう一度バンバン、釣れた、おめでとうございます。すごい、すごいね、ネキゲット、すごい。これからモリモリさんの船乗らなくてもこれで餌付け直してから、はい、再度また泳がします。はい、出航させます。すげえ、あー、食ってる、追っかけてきてる、追っかけてる、ほらほら、あ、でかいぞこれ、でかいの食う、でかいの食う。パックいくか。あー、ちょっと逆もこっち、でかいね。あ、あー、あ、来た来た来た、でかいぞ。お、チビが食ってる。お、お、食ったんじゃない。お、来た来た。おい、
竿抜けたら終わりだよな。回転技。ほら、もっとでかいと思ったら、ちょっとこれのサイズアップ目指してバンバンお願い。大きいの任せてください。これでどんぐり操縦してますか。出航。やばいか。相手に勝ってんの。だからな。今どんなか。多分やばい。もうボートが外れた。ボートが外れそうなってる。やばいやばい。やばいやばい。ボート回収できた。待って待って、バンバン俺には。やばい、激アスピードって。穴ぽこ。あの穴から出たら面白いな。あ、いるいるいる、でかいいる。あ、触ってる触ってる。俺竿分かるぞ。うわ、来た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 。あ、振ってるだろ。振ってる振ってる。あ、待ってよ。そ、分かってる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 。うわー、やばいやばいやばい。頑張れ頑張れ。そのまま、まっすぐ、いけそうか。あ、やばい、持ってくれ、持ってくれ。あ、やばい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 。さあ、めっちゃ曲がってる。あれ、真下に行ってね。うわ、強いな。やばい。でかい。おお。あ、ちっちゃいね。ちっちゃい。釣れました。じゃあ、最後、じゃあ、よったけも。よったけさん、行きましょう。挑戦してから。はい。続きまして、よったけの挑戦ですね。ちょっとね、あのボートの方も電池切れっぽいんすよ。ラストっすね。振ってるってよ。あ、また、あ、当たりがあるだけだ。あ、まだ振ってない、振ってない、餌あるよ。当たりある、釣れてるし。釣れてるさ。サーが死に分かってる。あ、ちょっといいサイズだね。これ面白いなあ。2匹かかってる。あー、すごい。2匹かかってる。いや、すごい。2匹かかってない。2匹ついてるね。3匹目きそう。あと1匹。3匹目きそう。まさかの船持ってかれ。3匹目加えてる。タイタニックだな、これ。あ、あと外した。おお、やば。あ、やばい。船が傾いたんだけど今。ウイリーしよった。じゃこれ開けようかも。三匹ぐらいかかってない。しかも大きい順に。あ、三匹かかってるし。三匹。鯉のぼり完成である。すごい。最後に三匹釣れたね。面白い。こちらですね、3匹ゲットです。このトリピはちょっと変わった種類かもしれないですね。ベタみたい。なんか紫で綺麗なんですよ。紫、これ伝説の魚かもしれない。そうですね。はい、事務所に戻ってきました。お疲れ様です。お届けも終わって、いや結果的には、はい、まあ釣れたから良かったのかなっていう感じですね。しかもめっちゃ楽しかった。普通に楽しい。面白かったデイジ。次回はレベルアップ、レベルアップしたあのラチコンボート釣りってことですね。面白そう。まあ、今回は初級編ということで、まあ、魚も釣れて大満足ですね、僕は。はい、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。